今日も始まりましたガーデニングラジオです。いつも聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。そして初めて耳を傾けてくださっている皆さん、ようこそお越しくださいました。この番組はガーデニングや園芸好きな方、自然が好きな方、そしてちょっとお疲れ気味だったり、少し耳が寂しいなと感じていたりする方に聞いていただきたい番組です。これから少しのお時間、なんとなく耳を傾けていただいて楽しんでみてください。今回久しぶりの配信になってしまいました。っていうのもですね、私の仕事はコロナの影響をまともに受けた職種の一つなのですが、ありがたいことに少しずつ仕事が戻ってきて、なかなか収録の時間が取れなかったというのと、春になってですね、もうガーデンでの作業が忙しくて、いろいろやることが増えてきまして、特に作業がない日もただお庭にいるだけで幸せを感じられるような気候と雰囲気だったので、なかなかラジオの収録をすることができませんでした。今回久しぶりにお届けすることができて、とても嬉しく思っています。よろしければ最後までお楽しみください。4月4日から19日までは二十四節気の清明です。この清明とは、万物が清らかで生き生きとした様子を表した清浄明潔という言葉を略した言葉だそうです。花は咲き、蝶が舞い、空は青く澄み渡り、風は爽やか。そんな素敵な季節です。ガーデニングにも最高の季節ですよね。この時期に南東方面から吹いてくる穏やかな風のことを清明風とも言うそうです。風には吹く場所や時期によって様々な名前がついています。例えば阪神タイガースの球団歌でも知られている六甲おろしもその一つです。この時期ですと春一番もそうですし、油風と言われている風もそうです。この油風というのは、春の終わり頃の穏やかな晴天の日に吹く油を流したような静かな風のことを言います。皆さんの地域ではどんな風が吹くのでしょうか。今窓の外では清明風がお庭のオリーブの木を揺らしています。こういうシーンを見るとガーデンに出たくなってきますね。お天気の話をもう一つ。二十四節気をさらに細分化した季節の表し方に七十二候があります。今年は4月4日から9日くらいまでだと思うんですが、七十二候のツバメ来たるという季節です。このツバメ来たるは幻鳥至るという場合もあるようですが、ツバメが飛来してくる頃という意味です。このツバメが巣を作る家は縁起がいいとも言われていますよね。私の家にはですね、クモの巣はたくさんあるんですけども、ツバメの巣はないんですよね。で、このツバメが低く飛ぶと雨が降るっていう話、聞いたことありますか？天気予報には寒天望気というのがありまして、この寒天望気っていうのはですね、生物の行動や自然現象を観察して天気を予想するっていう方法なんです。で、この寒天望気の中にツバメが低く飛ぶと雨が降るというものがあります。なぜツバメが低く飛ぶと雨が降ると言われているかと言いますと、ツバメの餌となっている小さい羽のついている虫、この虫がですね、低気圧が近づいて空気中の湿度が高くなると羽に水分がこうついて、体全体が重くなって高く飛ぶことが難しくなるらしいんです。つまり低気圧が近づいて湿度が高くなってくると、ツバメの餌となる虫が低いところを飛んでいるために、その虫を追うツバメも
低いところを飛ぶようになるという理由だそうです。この観天望気の的中率がどれくらいなのかはよくわかりませんが、意外と私は当たってるんじゃないかなと思うことが多いです。実際にもうすぐこう雨が降りそうになってきた時にツバメが低く飛んでることってあるんですよね。なのでこれは意外と信憑性が高いんじゃないかなと常々思っています。同じく雨を予想する観天望気に、猫が顔を洗うと雨というのもあります。これ顔を洗うというよりは、顔を洗うように手で顔をこう撫でる仕草のことを言うと思うんですが、根拠はいくつかあります。例えば天気が崩れる前に湿気が多くなってくると、猫の顔にいるのみが活発に動き出して顔が痒くなるからとか、猫のヒゲはすごく敏感なセンサーで、湿気でヒゲがむずがゆかったり重たさを感じたりすると気になって触る回数が増えて、まあ、それが顔を洗っているように見えるとか言われているんですけれども、これはちょっとどうかなっていう私は、信憑性には疑いを持っています。っていうのも、ご近所さんが飼っている猫ちゃん、毎日顔を洗ってます。顔を洗った次の日も晴れ、その次の日も晴れってことは結構多くあります。なので、この猫が顔を洗うと雨説、私個人的にはあまり信用はしていません。この観天望気は他にもたくさんあります。いろいろ調べてみると、日々の生活が少しだけ楽しくなるかもしれません。今私のお庭ではお花たちが笑うように咲き誇っています。本当にいい季節です。冬から咲いているビオラやストックも相変わらず元気ですし、球根のチューリップやムスカリも咲いていて、宿根の花たちも芽吹いてきていて、そして桜やユスラ梅といった樹木類も花を咲かせてくれて、前回のラジオでもお話をさせていただいた酸化葉、この酸化葉も順調に成長しています。透明なお花をお見せできるように頑張っているところです。そんな中、ちょっとだけ悲しい出来事もありました。私のガーデンにはブルーベリーの木が大小合わせて4本植えてあるんですが、気がついたらですね、そのブルーベリーの花芽がほぼなくなっていたんですね。で、今年は剪定も割としっかりやって収穫を楽しみにしていたんですが、何者かに食べられたような痕跡があったんです。一体何者の仕業かなと思ってこう思い返してみたらですね、少し前になるんですが、朝何気なくお庭を眺めていたら、ヒヨドリがよくそのブルーベリーの木に止まっていたんですね。で、もしやと思って調べてみたら、ヒヨドリってブルーベリーの花芽を食べるそうですね。まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、実を食べる鳥は私知ってたんですけども、鳥が花芽を食べることを知らなかったのでちょっとびっくりしました。今年ブルーベリーの収穫量はちょっと少なそうですけれども、残り少ない花芽を大事にしたいと思います。さあ、春といえば出会いの季節ですよね。私は仕事の一つとして披露宴の司会を行っておりまして、もう2000組以上の新郎新婦の幸せのお手伝いをさせていただきました。ということで、2000通り以上の出会いも伺っているんですね。その中で、あ、そんな出会いもあるんだっていう出会いもたくさんあったので、そのうちの一つちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますが、まあ、今の披露宴の出会いの流れって結構アプリで出会って結婚する方本当に増えました。私の時代にはそういったものがなかったので、本当に時代の移り変わりを感じます。で、今日ご紹介する出会いのパターンはですね、もう10年以上前に伺ったお話で、アプリなんかは当然ない時代のお話です。
新郎も新婦も仕事でちょっと嫌なことがあって、まあ、ふと山に登ろうと思ったらしいんですね。まだ出会う前ですから、当然別々の場所から一つの山に向かって出発をしまして、そして先に山道に入ったのが新郎でした。その一本道である山道を登っていって、中腹ぐらいまで来たところで、大きな岩があったので、そこに腰掛けてちょっと休憩をしていたそうなんです。そしてリュックサックから、まあ、ご自宅から持ってきた水筒を取り出して、蓋を開けて、お茶を飲んで、蓋を閉じて、その水筒をご自身の横にポンと置いたと。そしてひとしきり休憩をした後に、また立ち上がって山道を登り始めようとした時に、後ろから声が聞こえました。あ、すいません。水筒忘れてますよ。と教えてくれた方が、後に生涯のパートナーになる新婦だったんです。あ、ありがとうございます。と言って、その水筒を受け取った新郎。まあ、当然、二人とも目指す方向は頂上ですし、登り道は一本しかありませんから、そこから二人で一緒に頂上を目指して登り始めたそうなんです。で、その道すがら、お互いに仕事でうまくいかないことがあって山に来たとか、まあ、そういった身の上話をしていく中で、徐々に二人の気持ちがこう近づいていったそうなんですね。そして頂上に着き、二人で美しい景色を眺めて、そしてまた二人で一緒に下山をして、帰る時に、よかったら食事でもどうですかってご新郎が誘って、その足でお蕎麦を食べて、そして別れ際に連絡先を交換して、連絡を取り合うようになり、二人で会うようになり、交際、結婚へと至ったそうなんです。すごいですよね。いろんなこう偶然が重なりましたよね。もし二人が仕事で嫌なことがなかったら、もし二人が山に登らなかったら、もし新郎が途中で休憩しなかったら、水筒を忘れなかったら、二人は結婚していなかったかもしれません。まあ、そう考えると出会いって本当に不思議ですよね。もしかしたら私たちにも次の瞬間、まあ、結婚とかではなくて運命を変えるような出会いが訪れるかもしれない。そう考えて生きているとなんかワクワクしますよね。ということで本日は春ということもありまして素敵な出会いのお話を一つさせていただきました。この番組ではガーデニングや園芸の話だけではなく季節や自然にまつわるお話や、まあ、全く関係のない私が体験したエピソードなどもご紹介していきたいと思っています。取り上げてほしいことや話してほしいことなどありましたらぜひコメントにお書き添えください。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。また近々お会いしましょう。ではまた。